し、やるか。全フォールドでやっていきます。音量がちっちゃいかな、あんま上げたくないんだけどな。ああもう、第1走目、走れメロンパン、はい、ってことはセカンドチューンズレッツゴー行きましょうかね。セカンドチューンズ何しましょう。何しよう、迷うな。適当でいっか。とりあえず村久保からランマチかけます。どうだったっけ、これか、これか、シェイク顎ですね。顎。顎下手くそなんだよな。まあ、やりましょうか。赤く面でいきます。顎下手くそです。かなりの。実機これ B 乗ったかな、うちは。パッとになると全然取れない。やばい。特に中間あたりがうちできないですね。どうしても。あ、危ない。ああ、やっちった。ああ、もうやだ。ここで謎のミスが。直したいんですけどね。残らないんですよね。今のひどい。ここがよくわからない。ここがわからない。どう取ったらいいの。苦手ですね、ここの謎のコンクレ。謎の連打タイム、コンクレじゃなくて。これがいつも出ない。
セカンドチューンズ、V、まあ、V でいいのかな、 V、カッコ、まあ、ボルトと私は呼んでいますが、ボルト、82です。なんかニューレコードしちゃっただから、これでファイナルです。ファイナルチューン入ります。ファイナル何で締めよう、何で締めようかな、ホールドかな、ホールドかな、全ホールドと言ったんですが、途中で V というわけのわからないものを出してしまい申し訳ございません。適当にフラワーやるか。フラワーぶっちゃけ苦手です、私事ながら。パソコンうるせえな。あーねー、ここがね、あー、もうここがよくわからない。俺ここのホールドの取り方がよくわからない。ここはまだ、あーここら辺光らせたいなー、マジで。よっはー、ふっふっ、あぶね、ふえぶっちゃけホールドがすごい分かりづらい。でもホールドの方が簡単ってみんな言いますけど、結構最初の時はマジできつかったですね。ここどうだったらいいの、よくわかんないわ。何合わせここ、なんかめっちゃミスしまくりだね。あぶねー、光ゴミ、あ、光んない、ここ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 何の通知だ、あ、翔子さんからの通知でした。フラワーホールド、86です。ジェッキー B だったかな、A 行ってたかな、覚えてないっす。以上です、バイバーイ。